予想以上にお早い登場だな。たくよ、しけた遊びではしゃいでんじゃねえぞ。さんして、似合わねえな、メルヘン野郎。心配するな、自覚はある。もっと面白いことして盛り上がろうぜ。悪党の立ち振る舞いってのを教えてやるからよ。知ってるか、この世界は全て素粒子によって作られている。だが俺のダークマターにその常識は通用しねえ。俺の生み出すダークマターはこの世界には存在しない物質だ。まだ見つかってないだの、理論上は存在するはずだのって話じゃない。本当に存在しないんだよ。存在しない物質には存在しない法則が働く。例えば太陽光を人を殺せる光線に変換するとかな。逆算終わるぞ。アクセラレーター、てめえは全てを反射するって言ってるが、そいつは正確じゃないな。無意識のうちに有害と無害のフィルターを組み上げ、必要のないものだけを選んで反射している。さっきの太陽光と烈風にはそれぞれ2万5000のベクトルを注入しておいた。あとはてめえの反射の具合から、てめえが無意識のうちに受け入れているベクトル方向から攻撃を加えればいい。これがダークマター。異物の混ざった空間、ここはてめえの知る場所じゃねえんだよ。これはアレイスターとの直接交渉権を手に入れる、そのためのピンセットだったが、やっぱ第一位のおめえをぶち殺すのが手っ取り早いみたいだな。この後に及んで数字の順番がそこまで大事か。アレイスターは複数の計画を同時並行で進めてやがる。それらには全てセカンドプランが存在している。俺はお前のセカンドプランなんだよ。だから俺を殺せばお前が計画の柱に君臨ってか。そうだ、そうすりゃアレイスターも俺を無視できねえだろ。ちっ、お前もか。どんな悲劇を抱え込んで壊されたのか知らねえが、ご大層な理由があれば一般人を殺してもいいなんて考えた時点でお前の悪はチープすぎる。てめえもさっきの戦闘で散々一般人を叩き潰しただろうが。美学が足りねえからそんなセリフしか出てこねえんだよ。そもそもなんで俺とお前が第1位と第2位に分けられてるか知ってるか。その間に絶対的な壁があるからだ。まさか連中を守りながら戦ってたっていうのか。ふざけんなよてめえ、どこまで掌握してやがった。ムカついたかよチンピラ、これが悪党だ。ここは俺の世界だ。違うな、この世界はダークマターを含む素粒子で構成されていると再定義して、お前の公式を暴けばチェックメイトだ。俺のそこまで掴み取るつもりか。浅いそこだ、いちいち掴むまでもねえ。